坂部城は、終わり国知多郡阿久井にあった城。現在は、阿久井町指定文化財、坂部城石として残されている。坂部城跡から北を望む、この地で家康と感動の再会を果たした、お台の放置と半島の北部を阿久井川が、縦断しており、阿久井川は、阿久井谷と呼ばれる平地を形成している。阿久井谷のほぼ中央部、西岸の大地上に、 近世村落として坂部集落が築かれ、城山と呼ばれる大地の末端部に平城として坂部城が築城された。追記ある寺は、久松忠市駅であり、当時は坂部城や阿久井城と呼ばれた。坂部城は、城修府市、尾張名所杖、尾張市などに記されており、尾張市には坂部村にあり、その後東西四十県南北五十県営碑の城ともいう。 九州をさわたり守る菅原都勝の居城なりとある。本丸の東側には武家屋敷が南北二列に十数軒並んでいた。徳川家康の聖母であるお台の方は天文十七年に久松都勝と再婚して刈屋城近くの新井の木屋敷から坂部城に移った。お台の方はこの地から家康に手紙などを送り続けており、永六三年には 悲運の離別を経験した母子が、坂部城で感動の再会を果たしている。都市勝の長男である、久松信都氏は、織田信長に、無本の志ありと疑われ、天正五年に大阪、四天王寺で自殺した。坂部城は同時に信長の家臣である、佐久間信盛の手勢に攻められて、落城、炎上したとされる。かつての城山には、松の大木が群生していたが、 松食い虫にやられて腰してしまった。1983年には、隣接地に、阿久井町立図書館が建設されたが、建物の一部が空堀にかかることが判明したため、1982年には、坂部城調査団による発掘調査が行われている。1980年観光の日本城郭体系によると規模は、東西72メートル。 南北90メートルとのことだったが、発掘調査によると、東西36メートル、南北54メートルだった。城市の西側と南側は、空堀がよく残存している。1988年7月、阿久井城跡は、阿久井町指定文化財となった。1994年時点で、阿久井町唯一の史跡だった。坂部城跡は、 城山公園として整備されており、周囲は住宅地となっている。200メートル北の道運院は、旧正家の菩提寺であり、久松邸駅や久松都市勝の墓、お台の方の威発墓がある。ありがとうございます。